対頑張れ。おい、いけね。素晴らしい、これは素晴らしい。ヒートカンカン、おい、相当タスクいったんじゃない？いや、めっちゃいった。うん、藤宮くん、僕も多分一生歌わないです、今回。おお、逆に？いや、今のはね、絶対これする場所だと思うな。この後、自配信でちょろいなって言われてますよ。言われた方がいい。貼った。こうか。おー、ナイスー。おー、ナイスー。これはない。いや、ボタン。ナイスー。はい、で、直しましたー。ナイスー。ナイスー。マット否定までされたら、もう余計に怪しめんな、これ。やば。やば、隠しろ。藤宮に切られて死んでほしい。あー、これ上から行っちゃったか。まあいいや。こうやろう。イエーイ。ダブキルだ。あ、梅健さん。やってしまいました、梅健さん。そうなる。ゲンさんの死人はあります。コミサボ鳴った瞬間にシャワーの真ん中くらいにゲンさんがいました。シャワーあたりですれ違ったかもしれん。それを追い、あとどうぞ。あ、すみません。梅ゲンさんもシャワーに抜けているのを見てます。あ、そう。はい。そこからメインからコミに行きました。ハイブリー、魚がアーカイブラウンジあたりにいたはずだけど。はい、います。なんかコミサボ中メインからエレキ行った人います？メインからエレキ、ラブカスオマオチの順でエレキからメインに上がっていってるはず。あ、うん、宮さんがエレキ、うん、そう違う、うん、ハイブリー視点なんですけど、アーカイブにずっといるので僕が蓋してる状態なので魚は、できないと思っているんですが、貨物にトータスを残して僕はアーカイブに入ってるんで、トータスの伝統はいける。俺そんなところに行ってないですよ。トータスさん、うん、宿舎前のダウンロードしてます、うん、サンタスダウンロードしてない、ダウンロードじゃない、俺あの金庫入ってます。誰もいない、俺しかいなかった。え、あ、じゃあピンクで見間違えたのかな。いや、ピンクで見間違えたんじゃないですか。ね、時系列はね、ラウンジの方で俺が配信タスクやってる時にハイブリさんとすれ違いで、トイレの方行ったら扉が開きつつ高田健司がアーカイブからラウンジ来て、で、畑底が貨物からラウンジ方面に来て、それで入れ違ってるって感じ。あれ、え、トータスって脇貨物じゃなかった？脇は貨物。あ、そうやな。貨物まで行ってんの？めっちゃくちゃやろ。貨物で。すれ違った。うん、で作業してて米直しに行くかってあのなったんで、一緒に誰か行ける人と思ってサントさんと行ってて、サントさん上上がってつられて上上がって金庫やろうって、ね、ごめんごめん、サントスそうだ、シャワーに置いてたもん。そうで、シャワーでそう高田さんと源さんとすれ違ってそのままボタンまで行ってます。
だから私、ゲンさんの新人情報出してるよ、一応初めに。そうだ、忘れてた。うん、あ、一応、ゲンさんも貨物脇、貨物ラウンジアーカイブシャワーに行ってるんやと思う。えっ、ー、と、だとしたら、多分メインの方に進んでると思います。貨物からタスクして米サボなったんで、多分貨物に戻ることはないと思うので、うん、メイン側の方に行って死んでる気がします。エレキ行ってそうな気がするんですけど、気のせいで。メインだったら、ラブタオマオジがエレキからメインに上がってるから、その2人がどういう行動したかを聞きたいです。そのコミまで行って、サボ直してましたね。2人とも。ラブオマ、ラブオマ、もう一人誰だっけ、あ、ハタサコが到着してください。あ、ハタサコさんかな、はい、そうそう、3人でいた最後。じゃあそこは弾けるの？俺ボタン押してるわ。ラブ、ハタサコさんは分かんないけど、ラブ、ラブカスは弾けるいや、これ本当に藤宮ラブ検査やってる本当に可能性はある。ちょっと知っててほしいんだけど、ちょっと、いや、可能性はある藤宮くんを疑うんじゃねえ。ドラマティックだよ。いや、霊界っていいなぁ。なんで一切疑われないから。なんでこういうゲームやってるんですか、さん。慣れっこじゃないですか、こっちいいな。こっちいいな。よし。はい。はい。まあ、じゃあ一旦そのおまおじ、ラブタは弾いて、そのアーカイブ貨物の高田魚ハイブリーがどういう関係、うん、位置関係だったのかを聞きたいです。サントスをシャワーに置いて、俺がアーカイブ入っていった時にダウンロードしてるハイブリーで、ラウンジのとこで配線している魚を置いて、うん、俺が貨物で最後そのまま貨物だから、うん、あ、なるほど。ハイブリーと魚がそのゲンさんとかって見てないのかなって思って。見てないね。ゲンさんは初手の貨物脇から速攻ラウンジの方に上がってった。俺は金庫タスクやって、でトータスが配線タスクやってるのを見て、ラウンジトイレでアーカイブダウンロード、その後本直したけど、その間に剣士が通ったのは知らない、タスクで見てないけど、魚が出てきて帰ってきたのは見えてる。メケンさんの死に出してくれたのってラブタさんでしたっけ？はい、ラブカスです。デリンキからメインに一緒に上がって、メケンさんだけシャワーに抜けて、うん、シャワーに抜けてった。俺ごめん、それ確認できてないねんけど、マジでそれやったら藤宮君の可能性はある。あの、シャワーに絶対抜けてます。俺、うん、ハイブ魚さんからハイブリさんに白は出ますか？うん、微妙。なんでかっていうと、俺がアーカイブの真ん中でハイブリさんすれ違った時に、俺初行機左右の方に行って、停電のハイデマンタスクの前に じっと待ってるから、ハイブリさん白は出せない、はい。ちなみに助けてないです、なんでそれをやってるのかが分かんなくていや、そうやな。そのタイミングはコミサボ中やからね。あ、そう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 。で、あの証拠機が左にあるから、それで俺の証言が証明取れるんだけど、自身は別に弁当の、そっちには行ってるのは、うん、何やってるのかは意味は分かんない意味は分かんない、まあ、そうそう、あの、とりあえずコミサボ中だったのは確かで、俺は本を片付けるのにめっちゃ戸惑ったから、くるくる回ってるし、一応説明はできるんだけど、うん、その説明の時間がもったいないから、まあまあ、どうぞ。まあ、客観、藤宮、笹子、高田、ハイブリー、まあ、サントさんも情報出してるから、できなくはない。あ、俺入っちゃう。高田さん、貨物シャワー弁当があるから。ああ、そう。え、私とトータスさん、隠しろかなと思ったけど、ボタン押してるから。ならないか、死人情報だけだから。まあ、そんなに疑ってはないですけど、ね、うん、トータスさんがやるんだったら、うん、昇降機からのメイン弁当、あーぐらいしかないかな、うん、あー、最後の最後ね、最後の最後にってことか、うん、まあ確かに分かれたんで、あー、まあ確かに、多分否定できると思うけどな、俺がその意見言うから、死ぬほど移動してる、うん、あー、そうだから、ね、だからマット味を感じる、こういったそうやり言ってるマットなのかなっていう、ハタフジミヤじゃない、容疑としては、いや、むしろ僕フジミヤだと思ってますけど、うん、梅健さんを信じてください。何を信じるね、信じましょう、よくぞ言った青色の狂いを演じましょう。よくぞ言ってくれた。ケンさん、誰に殺されました？私は、梅ケンさんじゃない方のもう一人の方なんで、言っていいか、うん、高田さんです。俺、高田さんですよ。あれあ、畑迫さんだ、失礼。あ、びっくりした、びっくりした。逆で言っちゃう。畑迫、いや、ここで藤宮君の名前出てきたら、多分トムとジェリーの目ん玉ぐらい飛び出てたと思う。でも2人ともめっちゃ近い位置で死にましたね。そうそうそう。どっちもシャワー。ジェリーさん死んでるって。おー、ナイス。ナイス。もういつまで経っても金庫のダウンロードはな。あ、すいません。いや、まあ、俺、個人的にはタスクが割と順調なので、ボタンを押した方がいいかなっていうだけです。うん、9人やし、つらへんやろうし。うん、実践、
なんか、ウムケンさんを見てないんで、ウムケンさんがシャワーの奥とか、もうすでに抜けてる可能性の方があると思ってて、で、ゲンさんが多分メインからエルケン降りたような気がしてるんですよ。なんか誰か言ったような、最初に聞いたと思うんですけど、誰か降りた人いませんっていうの聞いたと思うんですけど、それがゲンさんだったのかなって僕自身思ってるんで、それ米サボ中です。あれ、メインエンジン。サボ中に多分エレキに入ってきてる人はいないと思うよ。あ、畑サボさんが、そのゲンさんが下ったみたいのは、メインから降りるのを見て、メインから込み前まで行ったってことですか？あ、そうです、そうです。じゃあ、ラブタオマージュの後にその経路を通ってるってこと？そうなりますね。だからラブタオマージュは自主点もないかなと思って。結構白そうってことだよね。はい。だから、で、その下側に確か藤宮がいたんですよね。エレキ方向。畑サボさんが通ってくる時もなお下にいたんだ。違うのかな、藤宮くんって。覚えてないです。なんだだから自主点は藤宮かなと思ってました。いや、だって困ったら旗藤どっちか釣ればいいと思います。畑迫さんって今梅健さんがシャワー側に抜けていってることも考慮した上で藤宮くん疑うの？下に置いてんのに。いや、だから源さんが下に行ってるから、自視点では源さん下に行って、藤宮くん見た？僕はだからその、でもおまおじラブカスが通った後じゃないですか。そう、あとだからおまおじさん視点からしたらで分からないんじゃない、その後の畑迫さんの出してるギリギリの情報だから。藤宮くん置いていってるんですよ、僕エレキに。藤宮くんから源さんが来たっていう情報が出ないのであれば、それは違うんじゃないと思ってね、うんうん、だからずっと畑迫、そうだから畑迫藤宮で、まあ、なんかそう対立っぽいよねっていう疑問になっていたので、うん、でもう一郎が高田ハイブリどっちかかなと。ハイブリ魚の今あんまりなさそうだから、まあ、ブリタカどっちかかな。うん、ハタミやブリタカみたいな感じな気はしますけど、なんとなく。あんまりないんじゃないかな。俺、そうやったら、剣士が俺見てるよっていうの、俺から出るんじゃない？いつ出てたかどうか、俺は確認するまで、剣士からダウンロードしてるよって言われるまでは、剣士を見てなかったから。あんまりないっていうのは。議論の内容が。連携取れてなくない？分かってる同士だったり、うん、ラインというよりかどっちかにいるっていう白黒パターン、あ、なるほどね。そうそう、白黒パターン、うん、そう、はいはい、うん、よしよし、うんうん、いい感じに議論が煮詰まってきてる、うんうん、うん、あとは僕の遺言を聞いてくれたら藤宮くんが容疑者から外れるんで地味に大事なのが藤宮さん、そうなんですよね、一回サボ直しましたから。そうそう、マットも否定できてるのでかい、うん、よしよしよし。ケンさんなんかよく霊界いますよね、どうしてですか殺されやすいです。霊界霊界で修行でもなさってるんかっていうぐらい。そうなんです、すんごい今年結構霊界率高いですね、よく死ぬ。ああそうなんだ、僕全然霊界いかないですねいいことですん、はい、畑迫がやってましたよ、畑迫が。はい、はい、二択どうぞ。しかしここを外すよりはもう一人を詰めた方がいいかなと思うので、サントスさん、おまおじさんの死体が展望にありました。サントスね、はい、エレキで見た、エレキでいたね。で、可能性で直しました。エレキにいたのそれはやばい、俺めっちゃ怪しいってたわ。ハイブリさんにいましたね、シャワーから下っていく、下ってセキュリティで停電になるタイミングでセキュリティに入ってそのままアップロードしてる、そこは藤宮くんが見てるはず、藤宮くんもセキュリティのアップロードにいたから。僕はハイブリさん見てないです。え、停電してたなら、まあ、見えないかなと。いや、絶対見えると思うで。あ、そっか、俺がすれ違って奥行っちゃったからか。一応さ、軽く僕の視点を話していくと、僕が展望デッキでおまわじさんと配電盤を触ってた時に直って藤宮が来て、多分僕あれ違う、おまわじさんしか見えなかったのかな、で切って僕がその場にいたから藤宮の方がレポートが早かったみたいな感じです。高田さんの白は結局まあ出なさそうなんですか。あ、まあ出ないと思います、うん。エレキに、魚、ハタサコ、サントスを置いた状態で、うん、っていうルートなんだけど、魚はその後どういうルートになってるのこれ。うん、エレクトリカルの1、2あたりにいるよ。ああ、じゃあ、魚とハイブリッド両方ともエレキいるのか。うん、あ、ちなみに僕、ガチウキで、最後、武器庫からキッチン入ったところで。いやー、
結局なんか実施点藤畑坂杯のどっちか、うん、どっちかになっちゃうっていう。じゃあ藤畑で決めてください。こっち現行犯なんで超人の可能性もないと思います。まあ、僕は出直してるし、まあ、梅健さんを信じてほしいですね。そこなの。最後の言葉ってそれや。あ、そうか。梅健なんか言ってたな。信じたらむしろギリアだろこれは。え、これ誰に入れます、ね？僕は藤畑どっちかで。源さんの最後の死人を出してるので信じてもらえないのなら、まあ梅健さんが悪いということで。ね、全員入れればスプリットがないから、あの思う方に入れればいいと思う。うわ、これは人気投票やな、ガチわからん。おお、やりましたよ、梅健さん。これはもう決め打ち進化。ボタン使ってます、僕。梅健さん。もうボタン使ってます。いや、もう、同じく。藤宮が陣形だと負けだね。全米が泣いた。いやー、素晴らしい。全米が泣いた。すぎる。惜しい。いやー、梅健さんの遺言聞きましたね。マジで、最強。俺今の議論時間1分映画で上映されたら5000円でも見に行く、うん、高いな5000円。もう一回見たいわ。ちょっと今コンフィデンスマンみたいになってるやん。感動巨編だったな今の。いや気持ちがいいな。素晴らしい。ただ藤宮くんはバチクソ怪しかったけどね。ゲンさんってエレキ来てませんよね。来てないです。あれはささこさんの嘘ですね。やっぱそうやんな、うん、もっとそれを押すべきやったな、うん。だからおまじさん早めに聞きたいなと思ったら藤宮来ちゃったみたいな。ああ、死んだ。みんなのとこでした。そこだ。アップロードですね、セキュリの下。いや今のは本当に。でも意外にクルー負け全然あるから頑張んないといけない。まだまだ。いや、うん、もうまだマットせえ。あ、やばい。大丈夫かこれ。2キロ入ったら半ピン。いやこれ入る。ああ逃げた。これやばいな。逃げたぞ。大丈夫か。どこ。藤宮逃げろ。藤宮逃げろ。あ、逃げ切れそう。ボタン押せるんなら。生きろ。そなたは生きろ。あかん。藤宮、え、ナイス。生きろ。生きろー。おあ、でも藤宮は藤宮は倒せないんだ。あ、生きたー。そなたは美しい。なんでなんでな。死んでなお美しかったか。死に際まで美しかった。好きになってるやん、もう。押す。頑張りました。藤宮くん初手はエンジンにいたけどもういなかったね。死体はなかった。エンジンには多分実施点はハイブリさん多分白だと思うんだけどな。2回とも停電直しのハイブリです。そうハイブリさんね、展望デッキで俺と黒したじゃん。全然乗らんから俺も行ったんだけど、うん。で2回目は今昇降機右で直してます。下へ起きてへんかなと思って、魚が武器庫の方行ったから、キッチンセキュリティ周りとか見てくれるだろう、インポストじゃなければと思って、これはエンジンメイン、シャワー、アーカイブと来た。シャワーの奥とかは見れてない。貨物、貨物からバイタル、エレキ、セキュリティの下でアップロードまでやって下へ見てないです。ん、何の声今の。いや、そんなしらじらしくしなくていいですか。いや、普通でいいじゃん。待ったよ。トタスマス。はい、ありがとうございます。じゃあ、ハイブリさん入れるね。じゃあ、俺、ハイブリ入れますね。あ、じゃあ、ハイブリさん入れます。高田健士入れるよ、ハイブリさん。あ、高田健士入れるの。高田健士。OK、分かった。危ね、スキップ入れるとこだった。あ、入れなくていい、ごめん。あ、入れるよ。高田健士入れるね。うん。はい、健士入れました。OK。頑張ってください。いやー、俺終わってるからね。大丈夫かな、タスクがね。タスクがね。俺は終わってるから。いや、そうだね、タスク。そうなんですよ。だからなんか、しらじらしくちょっとまだ詰めるかなと思ったけど。さあ。誰や、頑張れ頑張れ。魚さんかな。頑張れ。タスクラン。え、シリフはもう死んでんのかな。もうシリフはいないパターンか。さすがに。もういない。あ、ここでシリフカウンター入ったら。気持ちいい。あー、合ってる合ってる。追われてる。え、頑張れ。うわー、厳しいか。てるってことは厳しいか。あれ？いや、なんかワンチャンシェルフなんかワンチャンありそうじゃない？あ、なんかあれあるぞこれ。これあるぞ。あるあるある。頑張れ。これで切られたら。
元も頑張れ頑張れ。おーい。いけね。素晴らしい。これは素晴らしい。イケメンすぎる。素晴らしい。マジかよ。素晴らしい。その懸念があったんで最後までしらしらしくいくかどうかで悩んでたんですよ。ナイスすぎた。タスク6しか終わってないごめん。いやでも今の勝ったと思った。素晴らしい。やばい。いい試合だった。うわ激アツすぎる。やばきつい。うわマジか。マジ勝った。絶対勝った。勝ったと。いやー、霊界にシェリフがいなかったから。一回もシェリフの話してないと思って。だからなんかちょっと。よかった。よかった。逃げてる風やったけど。いや、惜しかった。うわ、自分はケアできなかった。素晴らしい。すごいな。これは嫌やなと思ってて。嫌やなと思ってて、僕なんかこっそり繋がろうとしたんですけど、でももう笑ってるから。笑ってるから。高田さん最終議論もう議論する気ないぞ。いやでもダブキル2回入ったらね、うん、ダブキル2回入ったらそれはシェリフ生存はケアできないな。あシェリフの話シェリフじゃなかったから絶対負けだ。素晴らしい。やば熱いわこれは。やばびっくりした。なんで俺負けんねん。切られたもんね。うわーナイスファイトでした。ナイスでしたね。次行きますかね。はい、お願いします。すごい梅健さん、藤宮さん、魚さんとドラマがありましたね。